エストニア人は主にエストニア国家に居住する民族である。フィン人と同系統であるバルトフィン系に属する。エストニア人はバルトフィン諸語で知られるエストニア語を話している。エストニアは伝統的にバルト三国のうちの一国であるが、エストニア人は言語的にラトビア及びリトアニアのバルト系民族とは異なる。人種的には身体的形質こそ、 フィン人同様に典型的なスカンジナビア人種に属するコーカソイドであるが他のウラル系民族と同様にモンゴロイド系の Y 染色体ハプログループ N が低中頻度で見られる。エストニア人の Y 染色体はある調査ではハプログループ N が40.6%別の調査ではハプログループ R1A が37.3%また別の調査では ハプログループ I が18.6%である。はじめ、バルトコーリッコがエストニアから退いた直後の約1万年前にエストニアの地において人が居住した。最初の居住者が話していた言語について定かではないが、多くの場合、近代エストニアに関連した初期ウラル諸語を話す人々が約5000年前に現在のエストニアあたりに到着したと主張している。 ヨーロッパにおいて、約5000年以上も、同じ地域に住んでいた、最も古く繁栄族的に居住していた、エストニア人の祖先とみなされる。一方、最近のいくつかの言語学的推定によれば、おそらくフィムゴルゴ派がかなり後の初期青銅期時代の間において、バルト海周辺へとたどり着いたことを示唆している。ジェスティアいは、エストニアの名は、北東ビスワ川に居住していた。 バルト人に古代ゲルマン人が与えた名前エスタイに由来すると考えられている。紀元98年にローマの歴史家タキトゥスはエスタイ族について最初に言及した。そして初期スカンディナビア人はフィンランド湾の南の地をアイストランド、そして人々を AST ーと呼んでいた。原始エストニアは古東スラブ語の年代域においてチャズと呼ばれていた。 エストニア語はフィンランド語と同様に、ウラル語族のバルトフィン諸語に属している。エストニア語で書かれた最も古く知られている一例が13世紀の年代記、一方、1525年にエストニア語で最初に書籍を印刷した。エストニア民族の目覚めが19世紀の間に進み、エストニア民族意識は広がったが、それはエストニア民族の一部が先行した形で発達した。 18世紀の頃、自ずからの故障、イーストレインはより古いマーダーソバスと共に、エストニア人の間で広がっていた。聖書は1739年に、タリン出身であるアントントールヘレによって、最初にエストニア語へ翻訳された。また、エストニア語で出版された書籍及び、冊子の数は1750年代に18冊から1790年代には54冊まで増加した。 その世紀の終わりまでに成人農夫の半数以上は読むことができた。1820年代の頃になると、フリードリ・ヒロベルト・ファイ・ヒルマン、クリスチャン・ヤーク・ペテルソン、フリードリ・ヒレインホルト・クロイツバルト等といった、エストニア人であることを辞任する最初の大学教育を受けた教養のある知識人が現れた。支配エリート層は13世紀前半の征服以来、言語と文化の面で主に、 ドイツ人中心のままだった。親エストニアだったバルトドイツ人であるガルリエブ・メルケルはエストニア人を他の者と同等の国民として待遇した筆頭著者であり、19世紀中頃の前までにバルトドイツ文化世界を藩に取ったエストニア民族運動における刺激の源泉になった。しかしながら、その世紀の中頃、エストニア人はより大きな志を抱くようになり、 民族運動の成功した模範としてフィンランド人が起こしたフェンノマン運動及び近隣のラトビア人が起こした民族運動青年ラトビアに傾き始めた。1860年の終わりまでにエストニア人はドイツ人の文化的なラビに政治的な主導権に対して同調することに消極的になった。1880年代のロシア化の試み以前は 帝政ロシアのそれら見解は肯定的なままだった。エストニア人はスカンディナビアとドイツの支配及び定住中に数世紀にわたって獲得した重要な文化的、宗教的な影響から生まれたノルディック諸国への強い結びつきを持っている。実際にエストニア人は自らをフィンランド人と密接な民族的及び言語的な神話性によりバルトではなく北欧と考えている。 エストニアが1918年のロシアから独立を宣言、1920年のタルト平和条約に基づいて正式に独立を達成した後、ロシアに居住していたエストニア人はエストニア国籍の選択権を獲得、そして祖国へ帰国した。1920年にロシアで暮らすエストニア人の数は約4万人だったと推定される。要約すれば、 37,578人がソ連からエストニアへ移った。1940年から1991年多くのエストニア人がソビエト体制下における大量移住プログラムによってロシア及び旧ソビエト連邦の一部の住民をエストニアの工業都市部へと移すため強制移住。同様に戦時移住及びスターリンの集団強制追放の対象となった。 エストニア人の民族衣装、1、カドリナに、ミクリ。エストニアで二重国籍は認められていない。また、エストニア市民としての地位を放棄する個人には、市民権を回復する権利がない。第二次世界大戦中の1944年に、エストニアは、ソビエト軍の侵攻を受けた時に、数多くのエストニア人は、バルト海上を船あるいは小型ボートによって故郷から逃れた。 スウェーデン、またはドイツに行くため危険な航海を生き延びた多くの難民が、後に、そこからカナダ、イギリス、アメリカが衆国あるいはオーストラリアに移った。1991年に国家が独立を回復した、後、これらの難民とその子孫の中にはエストニアに戻った者もいた。独立から年を重ねるごとに、海外で働くことを選ぶエストニア人が増加。 ヨーロッパで最も高い移住率を示す、主として、フィンランド、また他のヨーロッパ諸国へ出稼ぎに行った。少なくとも、部分的に、フィンランドへの移住、往復、アクセスが容易にできる。エストニア政府は、低い出生率並びに移住などから生じる、人口減の問題を認識。政府は、人口対策として、出生率を増加させ、出稼ぎエストニア人をエストニアへ帰国させるため、 誘惑する様々な施策を開始した。エストニアのトーマス・イルベス大統領は、キャンペーン、トレンデット古住の支援に乗り出す。エストニアに必要な特定のスキルを持っている、エストニア人の帰国を調整、促進することを目的としているエストニア以外で、最も大きな永住エストニア人社会は、約2万4000人が居住しているカナダである。 1940年代後半及び1950年代初頭に約1万7000人がカナダに到着した。トロントはエストニア以外における最大のエストニア人人口を誇る都市である。初めてとなるエストニア人世界祭が1972年のトロントで開催された。いくつかの著名なエストニア系カナダ人には心理学者エンデル・タルビング並びに建築家、 エルマー・タムポルド等がいる。ありがとうございます。